皆さんこんにちは。来ちゃいました。時間は1時か1時ですね。日曜日の1時来ちゃいました。なんかほとんど誰もいないですね。でこのしっかりグラスがついてていい感じですね。それでは乾杯。今朝もね、朝7時に出勤したんですけど誰もいなかったね。日曜日は本当誰も人がいない。だからハッピーアワーがね、安いんですよ。
Four? For sure. You like four, eight, or 12? Just four. Four? Yeah. で気分が良かったですね。気分が良くなりました。さあ家に帰ってどうしよっか。まだ時間2時なんですよ。なんか早く飲み始めるとあとあと暇になるというか、まあ知る人ぞ知る
フォトスポットといいますか、なんか韓国のアイドル TWICE か分かんないですけどがここで、ミュージックビデオを撮ったみたいで、まあ普通だったら人はたくさん来るんですけどね、日曜日だし、まあ、観光客もカナダに来てないし、こんな感じですね。リッチモンドのあたりは晴れてるんで、みんなビーチとかに行ってるんですか、自粛してるんですか、なんかよくわかんないですね。バンクーバーに一緒にいるような感覚になってくれたら嬉しいなって思うし、あ、ここ気になってるんですよね。北の丼屋さん、いやめっちゃうまそうじゃん、いや天ぷらいや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 、あ、誰もいないですね。人には日曜日はいいかもしれない。全然人がいないですね。なんかここもっと平日になったら人がいると思います。人がいないところ景色最高ですね。通常だったらここに世界中から来るクルーズ船が泊まっているんですけど、ゼロですね。だから本当になんかカナダの人しかここにいないって思うと、なんか今年の夏は静かだなって思いますよね。留学生とかもまあいないし、クルーズ船もいないし、観光客もねもちろんいないし、だからまあ私はねこう一人でのんびりしたいタイプなので、まあなんかにぎわっているところよりも、まあ、さっき言ったリストランみたいに静かなところが好きなので、まあなんとも思わないんですけどね。あ、海の香りがするよ。ここはちょっとあっちの方行ってみようか。っていうブルワリーがねあそこにあるんですよね。この間行ったところですごく良かったですよ。スティームワークス、ここで、あのウォーターフロントに入ってるなんかルージュ、なんかローグだかなんかよくわかんないお店レストランがあるんですけど、私そこ大好きでよく行きますね。ハッピーアワーがおすすめです。で今日は、まあ、朝6時に起きて7時に学校じゃなくて仕事行って、8時から仕事して12時過ぎに終わって、こうやってまたダウンタウン来てサンデーを楽しむっていう、最高ですよね。楽しいです。一人でもこんな楽しめるっていいなって思うんですけど、そろそろ友達とか欲しいですね。友達はもちろんいるんですけど、昨日なんか夢のホームシックにかかって、あーなんか日本帰りたいなって思って、家族に会いたいし日本の居酒屋行きたいなみたいな。まあ友達にももちろん会いたいしね、なんかそんな気分だけど、なんか今じゃないなって思うし、今はとりあえずあと1年はこっちにいて頑張ろうって思うんだけどね。うん、なんか楽しいことしたいね。なんかよくさ、いいことないかなって言うじゃん。でいいことってさ、自分でさどんどん引き寄せるっていうよりも掴んでいくと思うし、なんか行動してどんどん掴んでいくイメージだから、自分ももっとなんか
楽しいこと掴んでいこうかな、行きたいなって思うんですけど、どうでしょうかね。のんびりですね。またポッドキャストとかラジオですねやってるので、アンカー、スポティファイ、アップルでユミネムのラジオ聞けるので、まあ、よかったらねユミネムのつぶやきみたいなの見てくれたら嬉しいかなと思います。最近のバンクーバーは叫んでる人が多いですね。スカイトレインとかバスとか結構ちょっと叫んでる人が、まあ、今もそう叫んでる人が多いですね。特にここのウォーターフロントのあたりって不老者が多くて、歩いてると普通になんかお金ちょうだいとかお腹すいた食べ物買ってって言ってくる人がいますね。まあなんかそういうのにもうまく付き合い方っていうのがあるので、まあ今後ねシェアできたらいいかなと思います。まあ日本人って結構そういうの慣れてないと思うんでびっくりしちゃうと思うんですけど、うまくね付き合っていきましょうね。はい、ってことで本日も見てくれてありがとうございました。また次のワクワクサンシャイン動画でお会いしましょう。またね。Somebody love Thai food.